大分県北郡の一北郡は大分県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。天平12年頃までに成立したとされる文後国風土期において文後国の八つの郡の一つとして北郡が挙げられている。同書の北郡の上によれば、慶光天皇が巡行した際に、 この地でひさつびという神が人とかして迎えたことから、ひさつびの軍と名付けら,けられたのがなまったものであるとされている。また、上平年間に成立した和名類受賞では、日高軍とされており、北の軍が付されている。なお、安記、意味、大名は、た支部、つもりのご郷があると記されているが、国先軍上にほぼ同盟の里が重出している。代わって、 海府軍上に記されている。北、在殿、や平家、岩栗、また連、石井の六郷が、日高軍に当たると推測されている。1、西有田村2、東有田村3.3下村4、小野村5、大鶴村6、夜明け村7、三岡村8、朝日村9、豆田町10、熊町11、三吉村12、真原村13、三津和村14、高瀬村15、 前杖村16、中杖村17、上杖村18、大仙村19、中川村20.5番村。ありがとうございます。